グリコーゲンホスホリラーゼ。グリコーゲンホスホリラーゼは、動物におけるグリコーゲン分解の立足段階を、触媒し、末端の α-1、4グリコシド結合を切って、グルコース -1 リン酸を有利させる。グリコーゲンホスホリラーゼは、化学的リン酸化と、アロステリックな効果の両方のモデル酵素としても、研究されている。反応全体は次のように示される。 グリコーゲンパイグリコーゲン D グルコースマイナス1リン酸グリコーゲンホスホリラーゼはグリコーゲンをグルコース単位に分解する。グリコーゲンはグルコースが一分子少なくなり有利するグルコース分子はグルコースマイナス1リン酸となる。代謝されるにはホスホグルコムターゼによってグルコースマイナス6リン酸に変換される必要がある。この反応は溶液中では 科学的だが、細胞内では、上で示した方向にしか進まない。それは、細胞内では、無機ン酸の濃度が、グルコースマイナス一酸の濃度より、はるかに高いからである。グリコーゲンホスホリラーゼは、直鎖状のグリコーゲンにしか作用しない。その作用は、α1 から6分子から4残機のところで、止まってしまう。その状況では、グリコーゲン差を、 直射状にするグリコーゲン脱分子酵素が必要である。その手に酵素は3つのグリコシル残機をまとめて、その他の末端に移し、α1 から6グリコシダーゼが新しくできた鎖に、残った α1 から6グルコース1残機を分解する。これが完了すると、グリコーゲンホスホリラーゼが反応を続ける。この酵素は、 アルファ1から4結合特異的であり、その分子には30の長さの割れ目があり、グリコーゲンサのヘリックスの半径と同じである。そこには4から5グリコシル残基が結合するが、分子には狭すぎる。この割れ目は、グリコーゲン貯蔵部位と活性を持つ触媒部位をつなげる。グリコーゲンホスホリラーゼは、ピリドキサールリン酸を各触媒部位に持つ。ピリドキサールリン酸は、 電気性の残基と結合し、共有結合的に、シフフ塩基を形成する。このシフフ塩基が形成されると、PLP 分子が活性部位に保持され、PLP のリン酸元が、無機リン酸を容易にプロトン化し、ついで α、α 1 4グリコシド結合を形成する酸素によって、脱プロトン化されるようになる。PLP はその負の電化がリン酸機内のみならず、 ピリジン感によっても安定化されるので、容易に脱プロトン化し、その PLP の脱プロトン化によって生じた強薬塩基は非常に安定である。プロトン化した酸素は良い有利機であり、SN1 反応様式で末端のグリコーゲンからグリコーゲン差が離れ、その結果1位に二級カルボカチオンを持つグルコースが生じる。最後に脱プロトン化した無機リン酸が、 嗅覚剤として働いて、カルボカチオンと結合し、グルコースマイナス一ン酸とグルコース一分四分、短くなったグリコーゲン差が生じる。反ス型立体廃座での性に加電した酸素が関わる、もう一つの機構も提唱されている。グリコーゲンホスホリラーゼの単量体は、大きなタンパク質であり、 すじ細胞では842アミノ酸からなり、分子質量は97.434桁である。その酵素は、不活性な単量体化生物学的に活性のあるに、量体で存在する。R&T states of glicogen phosphorylase, β-tower helices, on the left and right respectively, not the relative. ポジショニングオブザ・セントラル・タワー・ヘリシーズ、アズウェルアズザ・インクリースト・インタラクションズ・ビトウィーン、サブユニット・インザ・アール・ステート・ PDB3 チェ。PDB3E3 オーグリコーゲン・ホスホリラーゼに、両体は、触媒部位、グリコーゲン結合部位、アロステリック部位、および科学的にリン酸化されるセリン残機を含む、生物学的に重要な多くの領域を持つ。まず、触媒部位は、 比較的隠されていて、タンパク質の表面とサブユニットの境界から15、離れている。このように表面から、触媒部位へは、接触が難しいので、タンパク質の活性が調節によって、非常に影響を受ける。小さなアロステリックな影響が、グリコーゲンの活性部位への接触しやすさを大きく、増加させることがある。おそらく最も重要な調節部位は、 セール14であり、それは、サブユニット境界に非常に近く、可逆的なリン酸化を受ける部位である。リン酸化による構造変化は、ホスホリラーゼ B を、ホスホリラーゼ A に変換し、元々は不規則な配列の10番目から22番目の残機を、アルファーヘリックスにする。この変化は AMP がなくとも、ホスホリラーゼ活性を25%増加し、AMP による、 活性化をさらに高める。グリコーゲンホスホリラーゼの筋でのアイソフォームで結合する AMP のアロステリック部位はちょうどセール14のようにサブユニット境界に近い。この部位への AMP の結合はこの酵素の T 形態から R 形態への変化に相当しサブユニット境界での3次構造を少し変化させそれにより4次構造を大きく変化させる。 AMP の結合は2つのサブユニットのタワーヘリックスを50度回転させ構造とサブユニット間の相互作用を大きく変えるこのタワーヘリックスの回転により2つのサブユニットを10度回転させ重要なことに T 形態では触媒部位への接触を妨げていた282から286残機を不規則にし R 形態では妨げられなくする 最後に述べる、おそらくグリコーゲンホスホリラーゼタンパク質で、最も興味深い部位は、グリコーゲン貯蔵部位と呼ばれる。397から437残皮がこの構造を形成し、このタンパク質が、その触媒部位から全長30にわたって、グリコーゲンサと共有結合ができる。この部位は、末端グルコース分子の分解を始める前に、 この酵素が結合している部位である可能性が最も高い。事実、細胞に存在する70%のホスホリラーゼに、両体がグリコーゲン下流に結合している。哺乳類では、グリコーゲンホスホリラーゼの主要なアイソザイムは筋、肝、及び脳で見られる。脳のタイプは、生体の脳と、排性組織で優勢であり、肝及び筋のタイプは、生体の肝と、 骨格筋で、それぞれ優勢である。グリコーゲンホスホリラーゼの阻害は二型糖尿病の治療の一つの方法として提唱されてきた。肝でのグルコース酸性は二型糖尿病の患者で増加することが示されてきたため、肝に貯蔵されたグリコーゲンからのグルコース放出を阻害することは確かな方法に見える。 一とものグリコーゲンホスホリラーゼのクローニングにより、研究で普段使われていたウサギ筋、グリコーゲンホスホリラーゼには存在しない、サブユニット境界付近のアロステリック部位がその酵素で、新規に見つかった。この部位は、AMP アロステリック部位での阻害剤と同じものには、感受性ではなく、そして、最も大きな成功は、 グルコースの構造の類似体である、新しい阻害剤を合成することができたことである。それ以来、グルコースマイナス酸は有名な、HLPG 阻害剤であり、比較的活性が低い T 状態を安定化させる。これらのグルコース派生物は、HLPG の阻害にいくらか成功を収め、予測された基地は 0.016mm と低い。 グリコーゲンホスホリラーゼの筋のアイソフォームの変異はマッカードル病と関係する。今日までに65を超えるマッカードル病を引き起こすピッグム遺伝子での変異が特定されてきた。マッカードル病の症状は筋萎縮、筋痛症および持久力の低下であり骨格筋でのグルコース濃度が低いことに起因する。グリコーゲンホスホリラーゼの肝のアイソフォームの変異は エール病と関係する。エール病は、通常低血糖に限られる軽い症状を示すが、残存酵素活性のために診断が難しいことがある。グリコーゲンホスホリラーゼの脳のアイソフォームは、胃がんのバイオマーカーとして提唱されている。グリコーゲンホスホリラーゼは、アロステリックな調節と、リン酸化の両方で調節されている。アドレナリン。 インスリム及びグルカゴンのようなホルモンは G タンパク質と関連した情報伝達物質による信号増幅系を用いてグリコーゲンホスホリラーゼを調節する。アドレナリンはヘテロ三量体 G タンパク質と協約した7回膜貫通受容体を通してアデニル酸貫化酵素を活性化し細胞内のサイクリック AMP の濃度を上昇させる。サイクリック AMP は タンパク質キナーゼへと結合し、活性化状態のものを有利させる。次に、プカは、ホスホリラーゼキナーゼをリン酸化し、そしてそれは、グリコーゲンホスホリラーゼビーをリン酸化し、活性型のグリコーゲンホスホリラーゼ、A、に変える。このリン酸化は、グリコーゲンホスホリラーゼビーの14番目のセリンのリン酸化である。肝では、グルカゴンが、 他の連鎖反応を引き起こすもう一つの G タンパク質、結合受容体を活性化し、その結果ホスホリパーゼ C を活性化させる。PLC は、間接的に、肝細胞の小胞体から細胞質へ、カルシウムイオンを放出させる。カルシウムイオンは、カルモジュリンサブユニットに結合し、グリコーゲンホスホリラーゼキナーゼを活性化させる。 グリコーゲンホスホリラーゼキナーゼはすでに述べたような仕方でグリコーゲンホスホリラーゼを活性化する。グリコーゲンホスホリラーゼ B は筋では常に不活性であるのではなく AMP によってアロステリックに活性化されることがある。激しい運動により上昇した AMP 濃度はエネルギーを要求する信号となる。AMP は グリコーゲンホスホリラーゼビーの構造を緊張型から士官型に変えることで活性化する。この士官型はリン酸化された酵素と似た性質を持つ。ATP 濃度の上昇は十分なエネルギー貯蔵を意味し、AMP をヌクレオチド結合部位から除き、この種の活性化を阻害する。食事をとると、インスリンが分泌され、血中のグルコース濃度の上昇の信号となる。 インスリンは間接的に PP-1 とホスホジエステラーゼを活性化する。PP-1 は直接グリコーゲンホスホリラーゼを脱リン酸化し、不活性なグリコーゲンホスホリラーゼ B に戻す。ホスホジエステラーゼはサイクリック AMP を AMP にする。この活性は情報伝達物質を除き、負荷を阻害する。こうなると、 負荷は、グリコーゲンホスホリラーゼ A にする、リン酸化連鎖反応をもはや引き起こせない。インスリンによって始まったこれらの作用により、グリコーゲンの分解は終わり、グリコーゲンの酸性が始まる。ホスホリラーゼ A とホスホリラーゼ B は、それぞれ T 不活性状態と R 状態で存在する。ホスホリラーゼ B は通常 T 状態であり、ATP と、 グルコースマイナス6輪酸の存在により、不活性である。ホスホリラーゼは通常 R 状態である。肝のグリコーゲンホスホリラーゼのアイソザイムは、グルコース濃度感受性であり、それは、肝がグルコースを供給する器官だからである。本質的には、肝のホスホリラーゼはグルコースに反応し、R 状態を T 状態に、すぐに変換し、不活性化する。 さらにモノホスホリラーゼは AMP 非感受性である。グリコーゲンホスホリラーゼはアロステリックな酵素として発見された最初の酵素である。この発見はカールとジャーティーコリによってなされた多くの業績のうちの一つである。1943年、アルダ・グリーンの助けを借り、その夫婦はグリコーゲンホスホリラーゼがそのリン酸化状態によって、A、 または B の形態を取り、AMP の有無により R、または D の形態を取ることを説明した。ありがとうございます。